はい、こんにちは、クッキーです。それでは7月20、今日は6日ですかね、今日の配信やっていきたいと思います。リーハイボタンを押してよろしくお願いしますと思ったけど、リーハイボタンがうまく押せてなかった。さあ、Q1 から切っていきましょう。さあ、ソーズが2ブロック、ピンズも2ブロック、なかなか OK じゃないですか。ペイを切って、ソーズが甘露草とあと数層3ピンのシャンポンをウッパーピンの形です。おたふく等は見込めないですが、ドラ使い切りでリーチドラドラあれば十分でしょうかね。ウッパーピンのくればリーチしたいところですね。さあ、これは茶草切りでいいのかな。これちょっといいピン切りなんでしょうかね。ちょっとひねってみました。なんかちょっとソーズの上側を伸ばしていきましょうかね。うん、なんか結果的にうまくいっちゃいましたね。数層切りか、イーソー切りか。ドラ切りたくないね。うん、じゃあ、数層切ってリーチしましょう。リーチボタンを忘れてた。はい、ということで、6球層ウッパーピンからハテナボタンを押して、と、メンピンドラドラまでの転配です。さて、最近ちょっと配信滞っちゃってましたね。いくつか要因があるんですけれども、ちょっと先週がちょっと泊まりの出張があったり、なんかやろうと思ってたらなんか立たなかったりなんていうところもあったりして、ちょっと滞ったところがありました。さあ、ロソが出上がりになりました。メンピン赤、メンピンドラ抜き、裏市でしょうかね。さあ、小山の12,000、これは好調な出だしとなりました。さあ、一本場で、なんだといつ、トーンは持っときましょうかね。飛車から切ります。グランドクロスなんてのを狙っちゃいましたけれども、それはユンユンという秋葉原で、トン、ナン、シャーペイでカンができるというルールなんですね。このトンから切ろう。さあ、そんな通りもいいことはともかく。さて、急走がドラ。ドラが残ったまま。入っちゃいました。これはベタ折りしたところですね。リーチイトイのシャンテンか、リアンソース、いややめとくね、なんか切りますよ、ほりゃ。チイトイのリアンシャンテンになりました。3層が通りました。9ピンは、ピンズが通ってないのかな。3層切りますか。もうこれはチイトイはもうほとんど無理で、数ピンか。いや、ここ3層現物切っちゃいましょう。3層3枚見えで、ローピンが通った、現筆ローピンが1枚あるくらいでしょうかね。ローソーが岸本さんどうしたね。これローソー合わせ打ってきますか。ちょっと岸本さん怖くねえか。ローソー統一落とし初、ちょっと初取っとこう。ローピンから切ります。さあ、ペタ折りっぷりを持ってきた。これチートイのシャンテンに戻ったな。茶草も通ったけど、これ下茶草相当押してんね。これローソーかワンチャンス。数層もこれイーソーは3層の3枚壁、ピンズ打てない。イーソーはこれ数字か、3ピン、いやもうピンズ打てない。9層ドラ、いやこれはね、参ったな、ほら。9ピン筋か。筋折ってみます。取った。いやー。次、下田さん、これ困ってんのかな、押してんのかな、よくわからんな。ピンズとオープンリーチ。さっきもオープン打ったね、それが。オープンファイターって感じですね。と思ったら通ってなかった。下田さん、パピンもあり。いいピンですかね。さあ、こちらか。ヤンピンウーソーパーソーですかね。リーチ赤ドラ抜き8000万貫の当たりでした。さあ、親番なくなり、上茶さんに3000差のトン2曲です。今は風邪聞いてないのでスルーします。なんがおたかぜなんか聞きましょうかね。さあ、場がいろいろと煮詰まってたんですけれども、まだちょっと、ほとんど本決まりだからいいのかな。
ついにクッキーマージャンチャンネル、コラボをすることになりましたよ、他 YouTuber さんと。ちょっとお名前の方は一旦、関します。保留にしますけれども、スソドラ、一応切っちゃおう。トンポンします。はい、スーピンマリのおたふく、トン、おたおた。あれ以外に安かったな。チュンとスーソー使い切れなかったところかな。何の話でしたっけ？まあ、YouTuber さんになんか勝敗打ってみたいですみたいなことが言ってたら、っていうツイートがあったので、あ、じゃあ一緒にやりませんかって言ったら、快く、あ、やりましょうってことになったんですよね。8月1日も夕方にやって、まあ、私はそのまま上げちゃおうかなと思ってるんですけれども、アプリでやることになりました。まあ、なんかその、普通のリアルマージャンでもよかったし、アプリでもまあよかったので、まあ、アプリでこの形で私が喋って、あとで次戦の配布検討でやろうかなって考えてます。私とその方と、あと、お願いマイティ君ですね。いつも一緒にセットで売ってるのが、まあ、3人三者三様、自分の家、まあ、家かどうか知らないですけど、他の人たちは。私は家でやりますけれども、オンラインで、やるっていうことになりました。まあ、友人戦が初めてなので、まあ、ちょっと非常に楽しみですし、確か友人戦をやるっていう称号というか、実績つんでしたっけがあったかと思うので、それも一つクリアさせてもらっちゃえるので、まあ、嬉しいところですね。さて、新聞紙とかになっちゃったね。旧版白、ペー白、旧版。なんだこりゃ。新聞紙とかそんなこと言ってる場合じゃないですね。さあ、のっちゃさんの勝負者三層が上がりになりました。これ、下地は落ちてたのか気づかなかった。パンチ、ドラドラ、赤、抜き抜き、倍、2万4000。これは2着目で終わりかな。はい、ということで、上茶さんがトップになりました。プラス19に20足して39点。まあ、トップは取れなかったけれども、ちょっとずつ、成績上げてってるっていうところでしょうかね。はい、プラス39点ですね。さあ、ということで今、勝敗して3ですけれども、勝敗鬼っていうんですか、他人気とでもいいんでしょうかね。こちらを目指して頑張っています。じゃあ、今日の配信ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。